はい、どうもこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる分野の専門家の方に話を聞くコーナーをしています。今回のゲストは USMLE のことなら俺に任せろ、セザキングこと、セザキ先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セザキ先生はおそらく僕が知る限りでは日本で最も USMLE に詳しい医師なんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか？いや、たまあ、そうであろうとしてますけど、そうですよね。はい。みんな別に詳しくなろうと思ってないですか？あ、いや、まあでも USMLE のことをまあ知りたければ、多分瀬崎先生が知らないことはないし、瀬崎先生が知らないことってのは多分基本的にはみんな知らないぐらいの、USMLE 界では有名な先生だと思います。今回は、まあ、僕のチャンネルを見てる人っていうのは、留学、まあ、アメリカ、まあ、特にアメリカですよね、海外の留学っていうのを、まあ、志してる医学生とか医師とかっていうのが結構多いので、どうしても USMLE っていう壁が存在する。で、まあ、それをどういうふうに打破するとか、一体 USMLE っていうのはどんなものなのかっていうことを、スーパー専門家の佐々木先生に今日お話を伺えればなというふうに思っています。はい、まず最初に先生の自己紹介と経歴を教えていただいてもよろしいですか？すでに紹介いただきましたが、瀬崎と申しますが、自分で最近で瀬崎キングと名乗ってます。YouTube で瀬崎キングと検索すると、他の瀬崎キングも出てきちゃうので、ドクターつけていただければ、差別化できるんですけど、瀬崎キングと最近名乗っております。簡単な自己紹介、経歴なんですけど、名古屋出身で、2浪を経て山形大学に入学しています。で、その卒業後は、メインは精神科として働いてたんですけど、今年の4月から、まあ、USMLE コンサルタントを自称しまして、まあ、独立し、今、起業して、まあ、フリーみたいな感じですね。メインをコンサルタント業にしてますと。で、他に予備校講師とか、あと、まあ、オンラインサロン経営、あと執筆もですけど、まあ、最近はいろいろと幅広く活動してまして、最近ではもっと多くの人に情報を配信したいと思って YouTube も始めました。で、もともと英語がすごい苦手だったということがあったんですが、それをむしろ強みにして、まあ、僕でも合格できたということを強調して、今、英語とか勉強に苦手意識がある方でも絶対に合格できるようなメソッドをお届けしているような状況ですね。USMLE のことを視聴者の方がどれほど詳しいかちょっと僕にはわからないんですが、ステップ1であれば基本的に教え子は合格率ほぼ100%ですし、最難関の CS でも多分8割ぐらいは受かってると思います。すごい。須崎先生の YouTube チャンネルとか、オンラインサロンへの入り方とか、多分この30分、40分の動画を聞いたら、より須崎先生のことを知りたいって思う人たくさん出てくると思うので、下の説明欄に載っけておきますんで、まあ、自由に飛んでいって、おそらく USMLE を今後受けようとか、あまり今知識がなくって受けたいというふうに思ってる人は、まず瀬崎先生の門を叩くのが最良な道なんじゃないかなと、まあ、そこら辺もちょっと話を聞いていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、最初の質問なんですけれども、まずその USMLE の最新情報を教えてほしいんです。っていうのは、最近いろいろな変化があると思うんですよね。例えばステップ1の点数制が廃止される話だったりとか、まあ、コロナの影響でステップ2の CS が一旦中止になってたりとか、まあ、そこら辺のところっていうのをちょっと詳しく教えていただきたいんですけども。不確定のことが多いので、まず確定している話からなんですけど、11月の2日、本当にだから最近ですよね、USMLE から公式のアナウンスがあって、そのステップ1がパスオアフェイルになるって話なんですが、それ時期が2022年の1月を予定してるって書いてあったんです。なんですけど、さまざまな各方面から、ちょっとクレームだ、意見だ、ああだこうだ、あるらしく、まあ、実際見ればすごい意見飛び交ってるんですけど、それでちょっと1月からまた変更するかもみたいな、そんなアナウンスがあったんですよね。なるほなど。ので、どうかなっていう気はしてますね。で、まあ、また2022年1月だとすると1年ちょっと以上先ですし、もしかしたらもっと先になるかもしれないんですけど、だいぶ先になっちゃうので、その変化がどのように影響を及ぼすかって、やっぱ未だに確定的なことは言えないんですよね。
いろいろと僕も情報を、ね、探ろうとしてるんですけど、いまだにアメリカの先生ですら、その変わるってことすら知らない先生もいたりとか、教科者となる人が知らないこともあるようなので、すでに決まっていることはやっぱりないと思うんですが、やっぱこう変化することを考えると、対策方法も変わるんじゃないかとは思ってますね。まあ、具体的に言うと、スコアにこだわる必要性ってもやっぱりなくなっていくんじゃないかなとは思ってますけどね。なので、もっと違った面でアピールできるようにするのが重要じゃないかと考えてますね。ちょっと加えると、今までに僕いろんな方を指導させていただきましたけど、スコアにこだわりすぎちゃって受験できない人って結構多いんですよ。ああ、先延ばしするってことですか。もし受けて目標スコア出はない、やっぱ延期するって言って、例えい。ば受験料払ってるのに、もう受験料すら捨てて延期するとか、おお。間に学生が終わってしまって、研修始はまっちゃったみたいな感じ結構いてですね、い。うん。僕としてはもったいないなと思ってたんで、はい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 。奈良先生とお話ししたときに、まあ、スコアよりもコネでしょっていう話をされてたと思うんですけうん。ど、スコア以外にアピールできるところとかありますし、それこそ若さだってそれ売りになるわけじゃないですか。そうですね、はいはい。若さを対象にして、スコアにこだわりすぎるっていうのは、まあ、メリット、デメリットを考えると、僕としてはデメリット大きいのかなっていうふうにはちょっと思っちゃったんですよね。USMLE が公式に発表している狙いもそのようですけどね。こだわりすぎんなみたいな、そんなメッセージらしいですけど。コロナのその影響っていうか、そのステップ2 CS の話ってのはどうですか？まあ、コロナの影響っていうのは CS だけではなくて、はいはい。まあ、日本人に結構影響を与えたんじゃないかなと思うんですけど、はいはい。USMLE に関してなんですけどね。緊急事態宣言が4月に出ましたよね。それで、医学部の授業が全部大体ストップしたわけです。このはい。時に、自由時間ができてしまって、まあ、こう今まで興味があったけど、手につけれなかった、手がつけれなかった、手のつけてなかった人たちが、USMLE を開始したんですよ、そのタイミングで。うんうん。ちょうど僕の本の発売が4月だったっていうことも相まって、はいはい。4、5月はかなり盛り上がったと思いますね。え一番わかりやすい指標なのが、ブログへの流え。入者で、なんかはい。PV はい数が上がった時期があって、はい。ええ、面白いですね。情報を多分積極的に探していた時期がたまった。最近は結局、学校が再開して、はい休はい。み、しわ寄せが来てしまって、みんな現実に戻されつつある感じがするんですよ。というわけで、ああ。まあ、ほとぼりが冷めたっていうよりは、まあ、なんだろうな、まあちょっと、みんな USMLE から気持ちが離れてるフェーズなのかなっていう気はしますね。ただまあもちろん今後どうなるかっていうのは別ですし、教材自体は僕はいいと思ってるんで、また一定数は、まあ、今勉強し続けてますし、今後もまあどっちかというと波を打ちながら増えていくような気はしますけど、4月とかに比べると少し落ちちゃってるのは多分コロナのそういう影響があったせいじゃないかなって気はしますステップ 2CS が受け入れなくなってますよね、今、このね。影響で。代わりに OET ですか？OET、はい。はい。が、例えばレジデンシーとかフェローシップとかの、代わりとして使われるのかどうかとかっていうのを、みんな疑問に思っているんだと思うし、OET 自体がどんなものなのかってもよくわからないっていうのがあるし、そこら辺のところってなんか詳しいこと先生ご存知ですか？どうしても USMLE コンサルタントで名乗っている以上、OET 分かりませんと言えなかったので、は8月に実践受けに行って、突撃してたんだけど、い。まあ、完全スパイ。試験会場のパンフレットとか持ってきて、怪玄しい関での人すね。めちゃくちゃいろいろ聞きましたけど、今、OET 話題になってますよね。OET ってもともと、外国人の医師がオーストラリアで診療するときに、まあ、受けなきゃいけない試験なんですが、まあ、TOEFL の、医療版って思っていただくのが一番わかりやすいかな。TOEFL っていうか IELTS かな、どっちかというと。昔はオーストラリアだけだったのが、今だとイギリスとかニュージーランドでも使えるような資格になってきてるんですが、さらにそれがコロナの影響で一時的にアメリカでも使えるようになったというそういう状況だと思うんですよね。多分ご存知の方多いと思うんですけど、CS って医者と患者が密室で、まあ、この接するわけですから、はいまあ、はい。理解ということで中止になっていて、その再開するためにも、そのようなリスクをいかに削減して、かつその
なんかその試験の質を落とさない、むしろ上げようかっていうところですごい議論されていて、やっぱ難しい、はいはい、まあ、すごく難しいところですよね。うん、実際オンライン化をするという話が出ていたとしても、身体審査とか、はい、多分そういうすごい問題は、壁がいっぱいあって、はい、の発表を見る限りでは、なんか全然話進んでなさそうな気がしますね。なるほど、なるほど。じゃあ、いつ再開されるのかどうかっていうのは、かなり分からない状態ってことですかね。一応当初は1年限定の OET の代替という話だった。コロナの収束なんて誰も予想はつくわけじゃないですし、はい、いっぱいだって同様に明確な再開期限というのは、再開日時というのは発表、まだできない段階なので、もしかしたら来年も続くかもしれないし、続かないにしても移行期間みたいなのはあるかもしれないので、OET っていうのに注目して準備しておくっていうのは結構大事なんじゃないかなっていう感じ。じゃあ現行、例えば USMLE ステップ1、2CK、2CX3 ってありますけども、基本的には1と2の CK はやるけど、2の CS に関しての勉強っていうのは今はちょっとペンディングにしといた方がいいっていう感じなんですかね。あ、いや、これがですね、はい、面白いこと。OET と CS を比べると、OET は圧倒的に簡単なんですよ。はい、聞いてしまう。OET、まあ、ちょっと質が違うんで、例えば、はい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 、OET だとリスニングが特に難しいとか、そういう問題は出てくるんですけど、はいはい、全体的な難易度で比べると圧倒的に簡単だと思うんです。で、対策期間も全然少なくて済むってことを考えたときに、はい、CS の対策をしておくと OET の対策にはなっちゃうんです、これ。あ、そうなんですね。ちょっとかぶるっていう感じですか、その内容というか、少し。内容だいぶかぶるし、その CS を学んだことをそのまま、はいはい、OET に受けると受かっちゃうんですよ。それを検証するために今回受けたんですね。なるほど。先生が USMLE の力を持って OET に挑んだらどうなるかってことですね。僕は OET 受かる必要ないじゃないですか。でなので、試験対策をする理由はないですよね。はいはいはい、はい。そうですね。を把握するという意味において。で、はい、その、を把握することと、もう一つ、CS との互換性がどれほどあるかっていうのを確認するために、なるほど。したので、その、CS というよりも、USMLE で学んだ知識だけを使って、OET に受験した場合、どれぐらいのパフォーマンスを発揮できるのかっていうのが、多分焦点だったんですけど、結果として、リスニング以外は合格ラインを超えたので、スピーキングとかはもう CS の対策をしていれば OET は余裕だろうという結論に至って、今はその OET を受験したいって言っている人にも CS の勉強させてますね。通常通りやって、でまあ、もちろん OET 対策としてちょこっと Tips はあるかもしれないけど、基礎は CS で学んだことで十分通用するというか、むしろ CS で学んだことの方がレベルが高いから、まあ、ちょっと楽して受けれるぐらいの気持ちでいけるということですね、OET に対して。CS 何回も何回も受けても落ちた人が OET 受けた一発合格とかでよくある。CS が難しすぎるっていうのはあるんですけどね、最近。CS の準備っていうのは、何よりもむしろ意識すべきだと思いますけどね、再開する。わ、はいはい、かりました。ありがとうございます、先生、最新情報を。続いての質問がですね、これ、医学生の方から、よく届く質問なんですけれども、USMLE の勉強をいつから開始するのがいいのかっていうことと合わせて、その USMLE に7年ルールっていうものが存在すると思うんですけれども、そこら辺のところを詳しく教えてくださいという質問なんです。USMLE って先ほど池田先生がおっしゃったように、1と CK、CS、3があるんですけど、はい、まあ、の1と CS、CK を取るの3つを取ると、ECMG のサーティフィケートが発行されるというのがあると思うんですが、その3つのうち、現行ではどれを先に受けてもいいんですよ。うん、ただ、今後は、ステップ 2CS は1を合格しないと受けれないというふうになります。どれかに受かったとした場合、その受かった段階から7年以内に残りの2つを取らないと、一番最初の試験が無効になるということなんですけど、はい、結構いろんな、罠っていうか、罠っていうか、なんか、まあ、あまり皆さんがもし知らないことを言うとすれば、はい、ステップも似たようなルールがあって、期限がないように、思われている方がいますが、実は週間のルールがあって、はい、例えば、どっかでは、まあ、7年以内じゃいないといけないとか、結構細かいルール。はいはい、あとは、ステップ3ですか ?3 に関して。
で、それしかもスリー以外にも結構ルールが細かくあったりするんですよ。はい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 。まあ、ステップ1は2回以内にか、3回以内に受かってないといけないとか、なんかそういうステップ2システムもなんか何回以内じゃないといけないとかっていうのは、州ごとのルール、それは多分州免許の発行の条件として存在していて。なるほど、なるほど、なるほど。あれ、まあ、まあ、いいことか悪いことかちょっと判断しがたいですけど、いわゆる人気が甘めです。はいはい、ああ、そうなんですね。が厳しい印象を受けますね、そういう意味で。結構人口が集まるような、たくさんいる西海岸、東海岸のところっていうのは、割と緩いっていうことなんですね。だから話題には上がりづらいんですけど、ルールは多分存在、はいはい、もしどこかに行きたいっていう特定の病院、州があるとしたら、そこの州の状況を述べられた方がいいんじゃないかなって気がします。でそこに明確に結構ステップそのどれぐらいで合格してるとか何年以内とかっていうのは記載されてる場合があるんですね。そうです。場合っていうか全州に条件があります。全部書かれてる。あ、なるほど。大体は引っかからないことが多いだけであって、3の期限についてはもしかしたら引っかかる人もいるかもしれないんで。なんかそのこれに派生する質問で、サーティフィケートを取った後2年以内にレジデンシープログラムに入らないと失効してしまうっていう噂を聞いたっていう医学生がいたんですけど、それは嘘ですよね。嘘ですよ。僕も失効してるじゃないですか。で2年って何だろうな、分かんないですけど、何のルールだろうね。結構いろんな噂飛んでるんですよ、この世界は。ああ、そうなんですね。まあ、不安になる。なんかの2年っていうのがちょっと違うように話が広がっていっちゃったのかな。まあ、それ、まあ、7年ルールのことは分かったんですけども、じゃあ一体いつから勉強を開始するのがいいっていうのはありますか、先生の中で。うん、難しい質問ですけど、視聴者の方が今、どういう立場にいるかだとは思うんです。ちょっと場合分けを。例えば、まあ、まだ高校生いるのかな、わかんないですけど、受験生もいるのかもしれない。うん、まあ、入学部入学前の方、または医学部の低学年の方であれば、すぐ勉強始める必要は僕は全然ないと思っていて、僕自身も本格的に勉強始めたのがもう4年の後半ぐらいだったの。で、それで学生中に2つ取れたんですけど、例えば2年、3年の方が急いでやる必要はないと思うんですよ。というのも、スコアで勝負できなくなってるじゃないですか。なってるっていうか、なっていくと思うんですけど、その場合にそれ以外の何かこう強みっていうのを今のうちから意識して作っていくっていうのは大事かなと思います。なので例えばとにかく情報収集するとか、いろんな人に会いに行くとか、まあ、それがコネ作りにもつながりますし、あとはまあ、僕がもし過去に戻れるのであれば英語力のアップを目指すと思いますね。で現実的にも、留学をする上でUSMLE の3位難関は CS だってことはもう確定的だと思うので、合格を最初から照準にご照準を合わせた対策が必要だと思うんですね。だから、ほとんど 99% の人はステップ1をのみを勉強するんですけど、CS を最初から意識した動き方というのが、多分可能性を一番高めるんだと僕は思ってますし、それをずっと強調して、例えば今、現状の英語力が、まあ、CS には到底及ばないようなものであるのであれば、最初の 2,3 年間というのは基礎英語力にアップ、基礎英語力のアップをそのなんかテーマにした方がいいんじゃないかなという気はしますけどね。結構盲点ですね。やっぱり医学生の時ってあのファーストエイドの本があるから、まずやるならステップ1だろっていうふうに言って、あの教科書開いてすぐにやる気なくしてやめるっていうパターンがほとんどだと思うし、目標をすごく持って志が高くてもやっぱりファースト1ステップ1からやっていこうって、なかなかステップ 2CS から行こうっていう風にハードルがめちゃくちゃ高い分ならない気がするんですよ。でも逆にそこから行った方が近道なんじゃないかっていうことですかね。なんで僕はそういう結論に至ったかというと、はい、1と 2CK そして CS というのは、はい、全く違った試験なんですよ。いわゆる学力が高い勉強ができる人たちって1と CK って受かっちゃうんです、勝手に勉強しても。あまりにも質が違うんで受からないんですよ、はい、そのせいでステップ1失効しちゃった人も知ってますし、もう CS3 回落ちました、4回落ちましたって人はいっぱいいるんですよ。例えばステップ1、2CK、250両方とも超えてますみたいな人も CS 落ちちゃったりしますし、それってやっぱもったいないですし、もっとやり方多分あったと思うんですよね。多分当時は、はいはい、なんか少なかったってこともあるんで、やむを得ないかなって気はしますけど、まあ、僕の経験上間違いなく CS が最難関だってことは言えるので、
まあ、最初から CS を意識したのをする方がトータルで見ると絶対いいと思ってる。そして最近気づいた、もう一つ気づいたことがあって、 CS を勉強することで実はステップアウトの点数上がると思うんですよ。最近ずっと仮説は立ててたんですけど、はい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 、それはどうしてですか？日本人が苦手とする分野にコミュニケーションスキルの問題があるんです、ね。はい、例えばこういう時にどう医者は返答すべきかみたいな、なんかこう自分の感覚で感性で答えてしまわざるを得ないような問題って結構あって、はいはいはい、動画が生まれると思うんですけど、はいはい、最近しかもステップ1の行動科学っていうか、まあ、コミュニケーションスキルの問題が増えたんです。なるほど。 1.5 大体。あ、結構増えましたね。まあまあ、実際の問題数でいうと1ブロックあたり1問ぐらいなんで、はい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 、すごく多いって感じはしないかもしれないですけど、これもおそらく IMG の流入をちょっと防ぐための多分布石の一つだと思うんですよね。その段階にどう関連付けられると思うんですが、全部の動きっていうのが IMG の流入を防ぐために動かれて、なんか実際はこのサイレントでだと僕は思っていて、そのコミュニケーションスキルの問題を増やすのは多分 それは間違いなくあると思うんですけど、うん、コミュニケーションスキルの対策ってすごい立てづらいんですよ。僕らってその日本の医学教育ってこう患者さんこういう状況で患者さんにどう説明しますかみたいな教育って受けないじゃないですか。受けないですね。受けないです、はい、働き出したらそういうせざるを得ないような状況が余ってるっていうのは、はいはい、不十分なところだと思っているんですが、そのアメリカって多分そういうところすごい教育ってされてませんか？うん、いや、と思います。はい。みんなそれ分かってますよね。分かってますよね。それってなぜかって、はい、答えが用意されてるからだと思うんですよね。その人に考えさせてないっていう、考えさせるけど、正解をある程度用意してあげてるっていう状況なので、はいはい、だから彼らはそのコミュニケーションスキルの問題も、多分教育されてきてるから答えれると思うんですよね。それをされてないわけなんです、ステップアウトの状況、はいはい、で僕は CS やってた時にそのいろんなやり取りをする中で、あ、これってステップアウトでもやった、なんか出題された内容だなって気づいたんですよ。私は死ぬんですかみたいな患者さんに言われたらどう答えるかみたいなものって CS だと、はいはい、よくよく考えるとステップアウトの時ってなんて答えていいか分かんなかったなって思ったりして、でいろいろそういうことを意識して見てると、ステップ 2CS のチャレンジングクエスチョンの応答っていうのが、はい、ステップアウトに対応されてるんですよね。はい、CS の一体でも、まあ、CS では基本的なルールになっているところがステップ1で出題されていたりして、その CS を勉強することが1に生きるっていうことをずっと思ってたんですが、最近実際に問題を見比べてみて、ステップ1の問題と見比べて、はい、全く一致するところも見つけて、これは間違いなく生きると。そして最後のなんか10点、5点、10点を伸ばすいいかもしれないということで、オンラインサロンの中で CS 勉強会をしてるんですけど、ステップ1の勉強を積極的に誘ってやる、はい、それで実際その参加、最初はみんな見学で来るんですよ。 CS 勉強会なんてまだまだだって言って、見てるとやっぱやりたくなるらしくて、まあ、僕が無理やり誘ってるっていうのもあるかもしれないんですけど、でみんなじゃあやってみるってなってると、すぐどん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 こうみんな増えていきますし、満足度が高い、うん、CS 勉強会は。わかりました、ありがとうございます。それは結構いい情報かなというふうに思います。そのちなみにステップ 2CS の話になるんですけど、今そのオンラインサロンの話も出たんですけども、今実際どんな練習方法をしてるのか簡単に教えてもらいたいし、どういう練習が一番いいと思ってるかっていうのを教えていただければと思うんですけど、まあ、練習方法っていうことなんかそのに含まれるかどうかわからないんですけど、はいはい、情報収集なんですよね。戦略を間違えると絶対受からないのが CS で、いろんな話を聞くんですけど、だいたい CS って一人じゃ勉強できないからグループができるんですよね。勉強グループっていうのが、はいはいはい、グループでは、まあ、8人受けたら6人受かったみたいなグループがあったり、で一方で8人受けて8人全員落ちたとか、1人しか分かんなかったって本当ザラなんですよ。それってどう何が違うかというと、その中で共有されていた情報が違うということですよ。うん、だから情報を間違えるといかに練習したって受からないので、まずは情報収集をすることですし、まあ、今後の YouTube で言う、まあ、僕のアピールをするのであれば、まあ、僕の本とかブログとか、実際に受ける人であれば、僕マニュアルを出してますので、そういうのも使っていただくと、うん、まあ、そう戦略的には間違わないんじゃないかなって気はします。うん、ただ、それだけではなので、もっとその合格するためにスキルを上げていかなきゃいけないんですけど、その次にすべき知るべきことは合格の採点項目を知ることですね。
評価項目が3つあって、細かい話なんですけど、ICE と CIS と SEP っていうのがあるんですけど、SEP っていうのは英語のことなんですよ。英語力です。英語力がとにかく、一番合格するのは難しいところなので、それをいかに合格するかっていう考えることが一番大事ですね。うん、で最近は僕7大テスト、6大テストプラス1っていうのを編み出して、はい、してるんですけど、まず一つが完璧に近い発音、うん、完璧なの無理なんで完璧に近い発音、うん、で二つ目がフレーズの完全な丸暗記、まあ、つまりアドリブは絶対ダメ、もう一つが完璧な文法のフレーズ、まあ、フレーズ自体ダメなフレーズを覚えちゃうとそもそも意味がないということで、フレーズ、あとはゆっくりはっきり話すこと、聞き返しをしないこと、言い直しをしないこと、うん、最後一応プラス1で笑顔っていうふうに入れてるんですけど、なるほど、すごいマニアックな話になっちゃうんですけど、これって本当にこの7つを逃すと絶対受かんないんです。そうですか。なぜマニアックな話をするかというと、これしないと受からないから。聞き返し言い返しっていうのはやっぱり結構限定になるってことですか。聞き返しはダメなんですね。なんていうか、まあ英語がなんて英語力がないってバレちゃダメなんです。 なくていいんですけど、バレちゃダメなんです。はいはいはい、なるほど。いわゆる分かってるふりをしなくちゃいけないってことですね。でもすごく分かりやすく言い換えると、はい、なんか AR とかドクターハウスとかあるなんかあるじゃないですか。はいはいはい、なりきるっていうのはめちゃくちゃ大事。満満で、はいはい、もう堂々としてて、はいはいはい、でも彼らは聞き返しなんかしないし、言い直しもしないし、聞き返しをしちゃうと、あ、本当に英語力ないんだなって判断されちゃうし、はいはいはい、言い直しやっぱり自信のなさとか英語力のなさを露呈しますし、その辺、早口も良くなかったりして、その辺を確認しなきゃいけないんですけど、これを、まあ、これはやっぱ CS だからできるこそのロジックの戦略なんですよね。細かく言うと、やっぱりいろいろ本当に、一個一個の戦略にいろんなコツがあるんですけど、まず戦略を立てることがすごく大事ですね。で、まあ、このところは何が大事かというと、発音ですね。結構その、驚かれるかもしれないですけど、アメリカ在住の先生ほど落ちやすい。あんまり気をつけてないからですか？通じちゃうから。通じちゃうから。なるほど。なるほど。英語の機会がないから。完璧を求めに行かなくても、その場で伝わってるから、よしとしちゃうってことですね。でも実際にはその発音は、正しくなかったりするってことがあるってことですね。だいたい正しくないんですけど、特に、ね、そのお医者さんを取り巻く環境ってやっぱりだいたいインテリジェンスな方が多いじゃないですか。はいはいはい、はい、そう通じなくても意図を汲み取ってくれる人って多分いると思うんですよ。多分その自分の英語を見直す機会っていうのは多分あんまないんでしょうね。だけど彼らとしては英語を普段は全く問題なく伝わっているのなんで何度も落ちちゃうんだろうってところで悩まれて相談に来ることが結構ありました。先生、ちなみにその発音とか、いわゆるネイティブの部分っていうのは、どういうふうにクリア、例えば先生のそのサロンとか、そこに来てる人たちっていうのは、その場でそのネイティブの発音とかっていうのを学ぶっていう、それとも個々別に、そういうのはちゃんとネイティブの講師をつけて学ぶようにしてくださいっていうふうに指導してるって感じなんですかね。まあ、サロンでやっぱ難しいですよね。僕自身がネイティブ。はい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 。そういうものじゃないので。うん、その直すための、直すっていうか、その CS を受かるための、発音にするための手法を教えているような、詳しく教えているような感じですかね。例えば、そうだったら、まず舌の使い方を学ぶために本一冊仕上げましょうとか、英語のネイティブの指導を仰ぎましょうっていうところで、例えば、それにネイティブの先生紹介することはありますけど、まあ、ご自身で用意される方もいますし、そこは結構人それぞれなんですけどね。まあ、ベストは、なんていうかな、発音矯正のできる英語講師を見つけることなんですけどね。超一席って一時的に一緒に行ったんではいかないので、その場でできることではないし、もう人によってはもう発音教室とか通う人もいますね。結構英語教師の選択ってのも難しいですよね。この時代結構いろんなバリエーションがあるし、僕とかも実は個人家庭教師とか雇ったりとかした時期もあったんですよ、アメリカに来る前に。でも大体なんかそのちょっと可愛い子を選んじゃったりとかして、なんかその実力とかよりも、はい、でなんかあんまりうまく、逆にうまくいったりもしたりしたんですけど、あんまりなんかその発音とかじゃなくて、とりあえずブロークンイングリッシュで喋りまくるみたいな感じになったことがあって、結構そういう英語教師、いい英語教師を見つけるっていうのも実は結構難しい課題なのかなと思ったりするんですね。まず
そのもし英語教師を見つけるときに条件を一つ挙げるとすれば、アメリカ人ですね。アメリカ人というか、アメリカ英語です。なるほど。イギリス英語、オーストラリア英語はリスクだと思った方がいいですね。ああ、発音が全然違うからってことですか？でね、まあ、もちろんその完璧なイギリス英語であればいいですよ。でも、日本人が使うイギリス英語ってすごい評価低い気がします。発音をする先生は、かなり流暢であっても、例えば TOEFL とか100超えてたりとか、と IELTS 7.5 とかでも落ちちゃうんですよ、CS。それは多分イギリス英語のせいだ。なんか本当にイギリス英語の人落ちやすいんで、多分イギリス英語のせいだなと思ってるんですけど、アメリカ英語にこだわるっていうのは結構大事だと思ってますね。だからまあ、アメリカ人じゃなくてもまあ、いろんな国でアメリカ寄りの発音の国とかあるじゃないですか。まずはアメリカ英語であることと、まあ、一番理想なのは、下の動きを説明できる人でしょうね。その詳しいメカニズムの部分っていうのをちゃんと説明してできる人ってことですね。雰囲気だけじゃなくて。うん、そこじゃ、そうじゃないと改善しようがないんですよね。じゃあそうじゃない、こうだって言われたら分かんないじゃないですか。分かんないですね。はい。何がしてるんだみたいな。で、可能な限り修正するんですけど、やっぱり個々人によってかなり限界があって、差があって、もうこれ以上無理ってとこまで来たら、あとはさらにやり方を変えていくんですよ。フレーズ、苦手な発音を一切フレーズに入れないっていうことをするんですね。もう限界まで練習してって、それでももうできない部分っていうのはもう削っちゃうってことですね。もう絶対話さないっていう。それが戦略ですし、あ、はい、なんかよくユージュアリーとかあるじゃないですか。ユージュアリーとか、はいはい、リーの多分 L が苦手とかで、毎回なんかうまくいかない人とかは、オールザタイムとか。あ、オールザタイムに変えるんですね。オールザタイムすると、ルーは L ですけど、まあ、多分そこって強調されない部分なんで、はい、オールザタイムだと。ユージュアリー自然に聞こえたりとかするので、そういうふうに発音、そのフレーズ自体を変えていく。だから突っ込まない。もう苦手なものは、喋らないっていうふうに変えれば、生まれないじゃん。すごい戦略的ですね。なんか僕が試験の勉強してた時、自分でも結構これ戦略的にやってんなとか思ってましたけど、そんなものなんかお幼稚園のお遊戯会レベルで、やっぱり先生たちがやってる戦略っていうのは本当に高校大学受験みたいな、そういう感じの戦略な気がしますね。あ、なるほど。多分自分自身が悩んだからだと思うんですね。自分自身が英語がなさすぎるけど受からなきゃいけない中で、はい、どういうふうに自分の能力を最大限に発揮するかって考えたときに、聞こえたふりをするとか、絶対はゆっくりはっきり、下の動きはこれぐらいのレベルで喋るとか、フレーズを事前に完璧にしたものを覚えるとか、その辺をやったんですよ。それを分かった後に分析した結果、さっきの、なんか合格の要素を、まあ、還元したというか、まあ、細分化したというか。あの人に試してみたら実際うまくいってるっていう、そういう状況ですね。それちなみにオンラインサロンとかそういう先生のコミュニティの中でやられてる、どんな感じの練習をしてるとかってあるんですか？いわゆる対面で1対1でやるっていうのを誰かみんなで見守るみたいな、そういう感じの形でやってるんですかね？ CS 勉強会はそうですね。まあその別にメインが CS 勉強会ではないので、サロンの。はいはいはい。そんなにメインでやるわけじゃなくて、月に2回ぐらい、医者役、患者役を立候補で決めて、準備していただいて、それを見て、全員でコメントをするような感じですね。なので、個々人の指導っていうのはちょっとやっぱ難しいので、その、時間的にもそうですよね。はい。まあ、全員に役立つような情報とか、まあ、もちろん軽いティップスとか本人をお伝えしますけど、まあ、全体、まあ、通常のものですよ。みんなで見守ってコメントをする、評価をするっていう感じですかね。それでも僕、先生、提案というか、その僕が勉強してた時にすごく思ってたことはあるんです。これあったらいいなと思うのが、動画があったらいいなと思うんですよね。アメリカで出してる動画とかもたまにあったりするけど、あんまりいけてない感じがすごくしてて、で、特に日本人向けなのは絶対ないじゃないですか。日本人の学生とかが見て分かる、あの流れですか、 CS の。あれを動画で説明して、もう最初からエンカウンターで入って、で挨拶し、ノックして挨拶してとかのフレーズってもう決まってるじゃないですか。ああいうのとかも全部やって説明して診察してカルテ書いてっていうのの20分とか30分の動画があったら、それがバリエーションがあったらものすごい重宝するかなというふうに、それだけで勉強できるぐらいのものなんじゃないかなと思うんですけど。いや、はい、で
放送にはありますよ。ああ、ぜひ、実現してないんだけど、はい、放送にはあります。はいはい。楽しみにしてます。続いての質問に移ろうと思います。USMLE、まあ、1、2CK、2CS、3とありますけども、実際かかる日数ですね。まあ、もちろん人によって違うと思うんですけれども、大体平均ってして、どれぐらいの日数かかるのかと。あとはお金、どれぐらいの金額がかかるのかっていうのを、今から勉強を始めようというふうに思う人の、まあ、一応目安として教えていただきたいなと思うんですけど、まあ、皆さん今 SNS が発達していろんな情報が得られると思うんですけど、やっぱ成功者バイアスというか得られやすい情報っていうのはかなり偏ってる気はしてますね、はい、現実とは違って、うん、だから本当かどうか分かんないですけど1年で全部取っちゃった人とか聞きました。早くて2年ですね、まず超最短で2年、平均して5年だと思ってもらった方がいいかなと思いますね。15年かな、平均するとぐらいはかかっちゃう気がしますね。まあ、勉強にもう最初から医学知識があって勉強にすごい集中しやすい環境で2年ぐらいだと思いますね。医療に関してはそうですね、まあ昔計算したことがあるんですけど、150万ぐらいは最低かかる気がしますね、全部で。これでも最低額で人によっては300、400ぐらいいくんじゃないですかね。でもそのものは CS なんですけど、 CS って何かと金かかっちゃうんですよね。まあ、当然渡米しなきゃいけないので渡米するし、はいはい、直前の予備校の講習とか受けちゃうと3、40万とかかかると思います。最近だと安いやつだと10万とかにもありますけど、はいはいはい、滞在費もかかるじゃないですか。で受験料もどんどん上がっていってて、いくらだったかな、まあ、大体1試験15万ですよ。おお、高いですね。受けた時多分11、2万ぐらいだった気がするんですけど、今15万、はいはいはい、本当にちょっとずつ上げてますからね。せこいですね。理由言わないでちょっとずつ上げてるんで、何を勉強してみせと思う。なるほど。まあ大体だから、まあ、4、5年、平均で4、5年ぐらいの期間と、まあ、150万から3、400万ぐらいまでの幅で、まあ、お金がかかるっていうことですね。それぐらいはかかりますね。留学とお金切っても切れない関係なんですよ。はい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 、はい、そうですよね。勉強されてる方ってやっぱりどうしてもそこに目がいけないというか、いかないってことが多くて、金銭で実際その必要になった時になくて困っちゃうみたいな人結構いるみたいなんで、なるほどなるほどなるほど、早めの準備っていうのは大事かなと思います。僕もそういうことまでお金をもっと考える機会が多くて、結局なんかファイナンシャルプランナーを取ったっていう、そういう。おお、すごいですね。なんか知らないとと思って。結構、だから最近は、ハローの人たちにもお金の話とかもしますよね。なるほど、なるほど。そうがあればですけど、やっぱ大事です。まあそうですよね。はい。まあ時間、でも逆に言うと時間とお金のその目安が分かると、まあ、その始める時期だったりとか、計画が立てやすいっちゃ立てやすいかもしれないですよね。どれぐらいの時にどれぐらいのお金がかかってとか、実際にじゃあ今だったらこれぐらい時間を使う、まあ、学生だったら割と時間が使えるなとか、研修医だったら忙しくなるけどお金は得られるなみたいなとか、なんかそういうまあ考えっていうのもまあ一つ計画の中に加えていくと、より現実的な形になっていくんじゃないかなっていう気はしたりするんですけど、うんうん、そうそう、実際そういうトータルで考えるのはすごい大事だと思いますね。学力だけじゃなくて、まあ、人生のプランを、まあ、多分向こう5年ぐらいのプランを具体的に立てておくっていうのはすごい大事かなと思います。続いてですね、 USMLE に合格する人と不合格する人の特徴を教えていただきたいんですけれども、まあそうですね、不合格してしまう人っていうのがどういう人なのかっていうのは多分興味あると思うんですね。そういうふうにならないようにすればいいわけで、うん、CS とちょっと一回分けて考えると思うんですけど、はいはい、僕さっき言った通り、僕の教えは 100% 合格なんですよね。知らないんですよ。ステップ1、はい、うん、あんまり能力を、合否に関しては、はい、ハイスコアは別なんですけど、はい、まあ能力、はいはいはい、才能を問わない試験だと思っていて、合格をすればある程度までは到達できる試験だと思ってるんですよね。才能がなきゃどんだけ頑張っても受からないってことは多分なくて、まあ、少なくともその医学生である以上はっていう意味なんですけど、で
努力さえすれば受かる試験であれば、継続できれば 100% ほとんど合格できるわけです。1回だけその、落ちて2回目で受かったっていう人いますけど、それ以外の方はもう全員合格してますし、うん、最後まで結局受かんなかったっていう人は一人も知らないですよね。だから継続できるか否かがもう全てっていう、もうそれだけですよ。うんうん、その最初は強靭な鋼のようなマインドを持った人は別に何の心配もなく勉強できると思いますけど、まあ、多くの人はやっぱそうじゃなくて、まあ、不安と戦って勉強してるんですよね。だからその不安をいかに打ち勝つかっていうところが大事で、その打ち勝ち方の一つにやっぱこう自分をそういう継続しなきゃいけない状況に追い込めるかどうかだと思うんですよ。だからそのなんていうの、僕のオンラインサロンの目的っていうのは何かというと、やっぱこう勉強の継続ができない人がやっぱ多くて、その継続、はいはい、モチベーションを維持させる、上げるための場としてやっぱ存在している部分がかなり大きいと思うんですね、うん、だから仲間を見つける、やれちゃう人ってやっぱいっぱいいて、だから最近やってるのは、まあ、紹介業に近いところがあって、その周りで勉強してる人がいないから、自分のその達、やっぱこう全然勉強しても全然成績伸びないし、周りにやってる人いないから情報もないし、不安になってやめちゃうっていうことはやっぱ多いんですよね。そんな中、同じような状況の境遇の人を紹介してあげて、客観的なこの意見を言うと、みんな安心して勉強できたりするので、それ継続的に状況を追い込めるかっていうのはすごく大事だと思いますね。その別にみんなみんなサロンに入る必要は全然ないと思うんですけど、3つ多分コツがあって継続するためには、はい、一番あのモチベーション上がるというか、継続せざるを得ない状況に、持っていく方法って何だと思いますか？お金をかける。あ、違うかな。近い。あ、なんだろう、近い。あ、期限を決める。あ、近い。今申し込むですね。もう申し込んじゃうのが一番早いです。もうやる日を決めちゃうってことですね。受ける日を。申し込んで受けることにしちゃうのが多分一番やる気が出ます、はいはい。なるほど。やらざるを得なくなっちゃう。二つ目が公言することですね。こっそりやっぱやっちゃう、やってる人多いと思いますし、やっぱ周りからいろいろ言われるのが嫌だとか、はいはい、まあそういう実際あると思うんで、そうするとやっぱこっそり始めてこっそりやめれちゃうんですけど、もうやるぞって言ったらやめがたいですよね。だから公言。だから一つ。そうですね。あとは、仲間を見つけることはかなり大事。三、うん、つ目、大事だと思いますね。うん、まあ、どれも、退路を断つ方法ですよ。申し込んじゃえば退路を断つし、公言してしまえば引けなくなるし、仲間を見つけたらやっぱ責任感が生まれるしっていうことですね。で、それに加えて CS に関して言えば、自己流に走らないことでしょうね。あの、やっぱ、慢心があると絶対ダメで、俺は英語ができるっていう人ほど合格率が低いんで、とにかく、なんか謙虚に準備できる人が大事かなと思いますね。日本の、そういう意味では日本の国士と似てますね。なんかみんなで渡るっていう感覚というか、まあ、情報を共有して、うん、できるだけその自己流っていうのを防いで、みんなと同じ答えをまあやっていくっていう風な形を取るのが一番合格率を上げる、まあ、一番の方法な気がするんですね。そうですね。その多分 みんなが周りに存在し、そのみんなが周りに存在しないことが多分問題で、はいはいはい、国士と違ってですね、はい、このコミュニティにすると勉強できちゃうっていうことなんじゃないかなって気がします。はい、先生、最後の質問をさせていただきたいんですけれども、現行をですね、まあ、USMLE 合格するための最良の道っていうのを簡単に教えていただきたいんですね。簡単で結構ですね。難しいですけど、まあ、さっきも返しになっちゃうんですけど、はい、まあ、CS をクリアしないと次に行けないのは間違いないことなので、はい、そこから CS を意識することだと思いますね。そして、最低でも TOEFL だと80ぐらいは取れる英語力をつけておくことが大事かと思います。そうしないと、そこから CS の上積みができないというか、上乗せか。そのぐらいの英語力がないと CS いかに勉強しても、やっぱ到達できない、合格に到達できない可能性があるので、最低でもそれぐらいは欲しいかなというところですね。うん、で、もし、最良というのは何を持って最良かわからないんですけど、最短と言い換えるのであれば、もう USMLE ワールドに絞って勉強することだと思いますけどね、全部。他の全部なしで U ワールドだけをもうやるって感じですか？絞る。で、合格は、うん、CS だけは U ワールド使っちゃダメですけど、それ以外は U ワールド組で、はいはい。不安で言うと、そうですね。
まあ、すごいです。やっぱ差がすごいあるんですけど、むちゃくちゃ早いと3ヶ月でいけますね。早いっ早すい。ね、それは。めちゃくちゃ。ちょっとでも例外的。平均すると、まあ、1年ぐらいかかっちゃう人多いですけど、すごい頑張り次第では半年ぐらいで合格に到達できる人もいますね。だから1、2年でなんとか、1年の間に1取って CK の勉強始めて、2年目で CK 取って、で、さらにその学生でしたら、短期留学の期間を利用して CS を受けるとかっていうのは、多分学生中に ECMFMG を取る方法だと思いますけどね。なので、まあ、2年のうちに取れたら最短最良ですし、学生のうちに ECMFMG まで取っておけば、その研修してから変にこう時間作って勉強する必要もなくなりますし、多分例えばコネクションとか、他の強みを作るのに時間を割けると思うので、僕としては学生中に全部取っちゃうっていうのがいいと思いますよ、やっぱり。ただこなれ見るほてるど。方、医師の方の方が多いんじゃないか、もう、はいどっちはい。が多いか、多いと思うんですけど、その場合は、やっぱ難しいんですよね、時間の確保っていうのが。お忙しいので、その時は、やっぱり、米軍病院とかのペロをどっかで挟むのが一番いいかなっていう気がしますけどね。なので、まあ、もちろん、働きながら勉強されてる方いますけど、だいたいそういう方であっても、大学院の時に時間作ったとか、そういう感じで、やっぱ時間作ってますよ。時間作らないと多分難しい気がしますね。で、まあ、あとは、米軍のフェローに関しても、まあ、難しいですよね。まあ、国際情勢が非常に不安定だということもあるんで、まあ、早めのうちに米軍にしてもアプライしておいた方がいいんじゃないかなと、最近僕は思ってますけどね。まあ、いや、すごく、いや、全体を通してですね、非常に勉強になりました。っていうのは、僕が、まあ、質問シリーズみたいな形で USMLE に答えるみたいなのが2、3個動画があるんですけども、まあ、それと比べてやっぱ全然その質がですね、違うなと 思いました。で、まあ、大事なのは、多分その情報をまず絶対的に得ることと、で、その情報をもとに戦略を立てるっていうこと。その戦略をもとにモチベーションを持って練習を続けるっていうことが多分合格への道なんじゃないかなというふうに思って、で、そういう意味では別に僕、須崎先生の回し者でも何でもないんですけども、須崎先生のオンラインサロンとか、須崎先生がやってるところに絡んでいくことが、その要素を獲得する近道であることは間違いない気がするんですよ。例えば情報だったりとかもそうだし、戦略もそうだし、あとはそのモチベーションって、その仲間っていう意味でもそうですし、練習方法とか練習だけは、もちろん方法は教えてくれるけど、練習だけは自分でやっていかなくちゃいけないし、勉強だけは自分でやっていかなくちゃいけないけど、方法論だったりとか、モチベーションだったりとかっていう周りの要素はっていうのは、多分そういうサロンとか、ブログとか、そういうところから得られることが非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思いますし、かつそこに絡んでいけば、多分 USML 以外の部分の、さっき言ったようなその病院見学に行っといた方がいいとか、コネクションを作っといた方がいいとか、そういう部分の情報っていうのもきっと得られるから、トータルとして、決してアメリカ、USML を取るがゴールじゃないと思うんですよね。USML を取ってアメリカに臨床留学するってことがゴールだと思うので、その先の部分を目指すための方法の一つとして USML があって、それ以外の部分っていうのももちろんあって、そこまでも多分こうカバーできているっていうのが、多分瀬崎先生が今やってることなんじゃないかなっていうふうに思うので、激プッシュしますよ。その、例えば僕が医学生で、そのそういうのを USMLE とかアメリカ臨床留学したいんですって思ってる、USMLE を今から受けようと思ってる、でも不安だって、まあ、不安じゃないっつうんだったら勝手にやれって思いますけど、不安だっていうんだったら、そしたら、どうぞ、瀬崎先生のところに一回行って、もちろん合う合わないはあるから、いや、ちょっと合わなかったっすっていうのはまあいいけど、でも基本的には一回行ってみていくのが一番近道なんじゃないかなっていう。これ別に、瀬崎先生から僕になんか、キャッシュバックとかなんかが発生してるわけじゃないんですけど、全くそういうのはないけど、僕はそういうふうに思いますね。まあ、そもそも一応入ってから30日間は無料で出れるっていうか、返金制度やってるんで、別に入って、そうなんだ。別に情報をかっさらって出ていっても全然、29日目にも逃げるみたいな。何の問題もないんですよ。
あとそのやっぱり自分がそういうことをお金をもたらってやっている以上やっぱ成果出さないといけない、まあ、やっぱり満足してもらわないといけないので、やっぱり自分としても必死にこう何ですか、支援してますよね。だからそういう意味で言うと、もっと USB に限らず、もう本当何でもやってますよ最近は。何でもやって感じで、例えば履歴書見てほしいと、マッチング の, あの試験対策ちょっと不安だというから、みんな6年生集めてマッチング対情報をこう共有して交換会したい、はい、トータルですよね。だから、まあ、最近だったらそう税理士さん紹介してくださいとか、なんかもう全部全然関係、全然関係なくなってる。もう一個ちょっとあのお伝えしたいことがあって、で実はやっぱ、はいはい、いやあの先ほどあのアメリカに留学することがゴールとおっしゃいましたけど、実は僕のオンラインサロンってアメリカに留学することをゴールとしてない人結構多くて、これは結構最近の変化、注目すべき変化だと思うんですけど、自分は日本にいたいし日本で診療しようと思うけど、外国人診療したいから USM 医療を経て勉強したいとか、深く学びたいとか、なんかそれだけ USM 医療が持つ意味合いというのが、ただのアメリカの臨床留学だけじゃなくなってきて広がりつつあるっていうのが多分すごく大きな変化で、変化っていうのは いいことだなと思いますし、ぜひその人生のこう幅を広げるという選択のために USM 医療をしてやってほしいなっていうふうに思ってますね。広くこのグローバルなその未来に向けて、まあ、そういう多様性に対応できるような自分をまあ作っていくってことですね。そんな感じだと思いますね、僕としてその流れっていうのは、はい、はい、ありがとうございます先生。とても勉強になりましたし、説明欄のところにまた例のごとくその船木先生の情報をぎゅっと詰めておくんで、まあ、気になった人はそっちからアクセスしたりとかして、まあ、いろいろとやってみてください。僕もなんかそのオンラインサロンにちょっと入ってみようかなというふうに思ってますので、今更僕が入ってどうなるんだって話ですけどもなんか面白そうなんで入ってみてちょっと覗いてみようかなというふうに思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。須崎先生は今後とも、まあ、YouTube で配信を続けていくと思うんですけれども、まあ、僕らのチャンネルと、まあ、仲良し小良しでやっていただく、まあ、同じような被ってる部分結構あると思うので、仲良し小良しでやっていただけたらなというふうに思っています。はい、ということで本日の対談ゲストは、須崎先生でした。ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、さようなら。はい。